皆さんこんにちは、ゆかりです。心です。たつききらりのゲーム実況チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今回はドラゴンクエスト5です。久しぶりね。そうね。ショート動画では1本アップロードしたけど、企画ものとしては久しぶりになるわね。それで今回はどんな内容なの？これまでの企画で、仲間モンスターのうち、確率が最も低いの周囲に挑戦したわよね。そうだね。これまでにはヘルバトラー、キラーマシン、はぐれメタルが仲間になったよね。そうね。ということは残りは何かしら？あと確率が256分の1なのはメタルスライムとメガザルロックよね。その通りよ。ではこの2匹が仲間になる場所といえばどこかしら？別々にだったらたくさんあるけど、同時に出るのは隠しダンジョンくらいよね。そうね。では隠しダンジョンで他に仲間になるモンスターは何かしら？またそのパターンなのね。メタルスライムとメガザルロックが出るのは、ダンジョンの B1 か B2 だから、他に仲間になるのは、スプリンガー、ライオネック、ギマンテスね。そうね。あとこれまでに仲間になったけど、ヘルバトラーと、はぐれメタルも仲間になるわね。でももし仲間になったら2匹目よね。そうね。確率1024分の1ね。というわけで今回は、メタルスライムと、メガザルロックの両方が仲間になる間に、他のモンスターが何匹仲間になるか、というテーマでやってみようと思うのよ。本気なの？もちろん本気よ。これはかなり大変な企画になりそうね。そうね。確率256分の1のモンスターを2匹仲間にするまで終わらない企画だからね。でも編集でハイライトでお送りするので、見てる分には大変さはないと思うわ。見るだけで大変な動画なら誰も見てくれないもんね。今回もモンスターブローチはつけてていいの？それはありにしましょう。よかったよ。それではスタートするわね。お願いします。デビルマウンテンからスタートなのね。そうね。早速ダンジョンにやってきたね。そうね。一応、企画開始時のレベルも見ておきましょう。わかったよ。ところでダンジョンに入ったんだから、ここで口笛使ってもいいのにどうして歩いてるの？なんとなくフロアの中心まで移動してるだけね。気分の問題よ。そうなのね。レベルは69ね。これが企画終了時に何レベルになってるのかな？どうかしらね。なるべく早く終わることを祈るよ。そううまくいけばいいんだけど、この2匹も仲間になるけど。まさかいきなり仲間になったの？そううまくいけばいいんだけどね。ならないか。ではここからはハイライトでお送りするわね。お願いします。さて最初の仲間は何かな？何かしらね。ギマンテスか。ギマンテスはこれまでに仲間になってないよね。そうね。一匹目の確率はどれくらいなの？32分の1よ。なるほどね。まだ仲間になりやすい確率ね。そうね。割と順当な結果と言えるわね。確率通りとしたらまだ先は長そうね。でもここまででもレベルが2も上がってるのね。いいところに気づいたわね。ちなみにこのフロアではメタルキングは出ないから、普通ならレベル上げには向かないのよ。確かにそうね。それも考慮して最初と最後のレベル差を見ると、大変さも伝わるわね。仲間になったね。いつも通り名前を確認してね。わかったよ。名前はギーガね。一匹目の名前で間違いないわね。確認できたわね。それでは次に行ってみましょうか。お願いします。さて次は何かな？何かしらね。シュプリンガーか。シュプリンガーもまだ仲間になってないよね。そうね。仲間になる確率は？これも32分の1よ。そうなんだ。さっきからレベルも1しか上がってないし、割と確率通りというか、そんなに時間差もなく同じ確率の2匹が仲間になったということね。そうなるわね。今スカルドンが残ってるけど、仲間にしたいモンスターって最後に倒さないといけないとか聞いたことがあるんだけど、大丈夫なの？それは仲間になる可能性のあるモンスターが複数出た場合の話ね。スカルドンは仲間にならないモンスターなので、
大丈夫よ。ほんとだね。今回も名前の確認お願いね。わかったよ。名前はリンガー。一匹目の名前に間違いないね。確認できたわね。それでは次に行ってみましょうか。お願いします。次は何かな？どうでしょうね。ライオネックか。ここまではバランスよく仲間になってるわね。そうね。それでライオネックの確率はどれくらいなの？ライオネックもまだ仲間になってないので、1匹目の確率で答えると64分の1ね。そうなんだ。レベルは74になってるね。そうね。今回も名前の確認してね。わかったよ。起き上がる瞬間はいつ見てもいいよね。そうね。名前はライオウ。一匹目に間違いないわね。確認できたわね。それでは次に行ってみましょうか。お願いします。さて次は何かな？どうでしょうね。これはまさか？メガザルロックを最後に倒そうとするだろうし、仲間にできたっていうことよね。普通に考えればそうなんでしょうけど、どうだろうね。これはかなり期待大だよ。256分の1を2匹はかなり大変だと思ったけど、一匹仲間になるとなんとかなりそうな気がしてくるね。まだ油断しちゃダメよ。喜ぶのは起き上がってからにしとかないと、フラグになるわよ。ああ？そんなことって。だから言ったでしょ。悲しいよ。というわけでライオネックの2匹目ね。確率は128分の1よ。結構すごいはずなのに、全然嬉しくないよ。名前はイオネスね。確かに2匹目ね。それでは気を取り直して次に行くわね。立ち直れないよ。さあ次は何かしらね。またライオネックなのね。さっきのショックを引きずってるところに、連続はやめてほしかったよ。贅沢言っちゃダメよ。3匹目は確率256分の1なのよ。それならなおさらショックだよ。どうせ同じ確率なら、メタルスライムかメガザルロックが良かったよ。まあ気持ちはわかるんだけど、仲間にならないよりはなった方がいいでしょ？それはそうなんだけど。でも3匹目が仲間になったってことは、また別れる気なんじゃ？それは避けて通れないわね。やっぱりか。それも嫌だよ。もう何匹も別れてるんだから、いい加減に慣れてほしいわ。それは永遠に無理だよ。まあそれはいいとして。今回も名前を確認してね。わかったよ。名前はデビルラ。3匹目だね。確認できたわね。それじゃあ今回もお別れイベントだけど、ここは再生速度を早めるわね。わかったよ。やっぱり嫌だよ。もう諦めてね。ライオネックの4匹目なんて、仲間になる可能性の方が低いのに。でも別れないと4匹目は絶対仲間にならないのよ。ライオン元気でね。それでは次行くわね。お願いします。まさかヘルバトラーの2匹目が仲間になったの？そうなのよ。確率はどれくらいだっけ？1024分の1よ。モンスターブローチの効果で実際にはその半分だとしても、すごい確率だね。そうね。それにこの場面はショート動画の方にもアップロードしたんだけど、この戦いでは地獄のサーベルもドロップしたのよ。それってすごいの？確率は64分の1ね。そうなのね。地獄のサーベルだけだと結構ドロップしそうだけど、同時にってなると結構珍しい感じはするわね。そうでしょ？今回の企画で一番幸運が重なったなって感じたのはこの戦いだったわね。そうなのね。というわけで名前の確認お願いね。わかったよ。名前はモーゼス。2匹目に間違いないわね。確認できたわね。それでは次に行くわね。
もうそろそろどちらか一匹くらい仲間になりそうよね。そうだといいけど。これはどっちだろ。確率的にはスプリンガーの2匹目なんだろうけど。そうね。でも確率通りにいかないところがあるのも、散々思い知らされてるしね。そうだね。スプリンガーか。ここは確率通りだったね。そうね。それじゃあ今回も名前確認してね。わかったわ。名前はシュプル。2匹目ね。そういえば確率は ?64 分の1よ。そうなのね。それじゃあ次に行くわね。もうそろそろどちらかお願い。ダメだったか。そしてまたどっちだろ。どうでしょうね。ちなみに確率はシュプリンガーの3匹目なら128分の1。ライオネックの4匹目なら256分の1ね。どちらもすごいけどシュプリンガーだったね。そうね。では名前の確認お願いね。わかったわ。それにしてもレベルも84まで上がってるね。そうね。名前はエッパー。間違いなく3匹目ね。確認できたわね。それでは恒例の。お別れは嫌だよ。お別れタイムよ。問答無用なのね。でもせめて別れの瞬間は飛ばしてあげるわね。結局別れたのよね。あ、ついに別れの悲しみも飛んだようね。とりあえず2匹のうちの1匹でも仲間になってくれたら、気分も変わるものね。そうね。でもまだ実ははぐれメタルの2匹目でしたっていう、オチもあるわよ。やめてよ。それはまたフラグになっちゃうよ。まあ可能性はかなり低いわよ。それでも安心できないよ。本当に倒しただけに心配になるじゃない？あ、でもメタルスライムも倒したね。ということは。そういうことよ。よかったわね。ここまででレベル91まで上がってるね。そうね。戦闘に費やした時間だけなら、メタルキングを狙ってたらもう99になってたかもね。多分そうね。倒したね。多分起き上がるんだろうけどレベルアップとかもどかしいね。まあ落ち着いてね。逃げるわけではないしね。そうだけど、って言ってる間にまたレベル上がってるね。そうね。92になってるわね。起き上がったね。それじゃあ名前を確認してね。わかったよ。名前はメタリン。一匹目ね。確認できたわね。それでは次に行くわね。次で最後だったらいいな。さあ何かな？どうでしょうね。やったね。ついに長かった戦いも終わるのね。そうね。レベルは92だから、さっきメタルスライムが仲間になってからはそんなにかからなかったのね。そういうことね。そう考えたらさっきのギガンテストシュプリンガーの時といい。同じ確率のは同じようなタイミングで仲間になったという結果になるのね。そうなるわね。違うのは2匹目以降の確率くらいという結果ね。では名前を確認してね。わかったよ。名前はメガーザ。間違いなく1匹目だね。確認できたわね。今回はメタルスライムとメガザルロックの2匹が仲間になる間に、他のモンスターが何匹仲間になるのか、について検証しました。検証の結果、シュプリンガーが3匹、ライオネックが3匹、ギガンテスが1匹、ヘルバトラーが1匹、はぐれメタルが0匹、ヘルバトラーについては2匹目が仲間になりました。また、レベルについては企画開始時が69、終了時には92になってました。検証の結果からは、今回については同じ確率のモンスターは、大体同じくらいのタイミングで仲間になる、という結果が出ました。
もちろん運的要素が大きいので、あくまで参考程度にしていただければと思います。それでは今回はこれでおしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。高評価もしていただけると、とても嬉しいです。